ど、こんにちは。こんにちは。オタク惑星ね。はい。ありがとうございます。はい。で、今日はね、どこに来てるかっていうと、これご覧ください。風をホビー店である、ね、去年も来たけど、今年も来たと。あ、私は今回初めて来ましたね。あ、そうですか。ね、今日もね、もう今回も力作ぐぞろい。もう神々だけどね。いや、すごかったね。ちょっと一回回ったんだよね。一回回って、ちょっとなんか、どうせアドリブで言っても面白いこと言えないから、なんかね、こう一応ね、ちょっとこう考えながらね。もう見てるだけで、お、結構すごいぞと。ね、すごいこと圧倒されたね。もうね。もう一回ね、僕たちと一緒にね、あの模型の旅に出たいと思います。模型惑星だ、ここは。そうだね。よし、じゃあ、はい、行ってみたいと思います。はい、今日はですね、はい、キャプテン。キャプさんを、本名言いそうになっちゃった。やばいやばい。キャプシェがね、今日来てくれてます。いや、キャプシェも共にね、あのね、見て回りたいと思います。うん、まあ、初っ端から現れるこのガンダムシールドとね、これ売ってあるんだっけ、これままで。売ってあるんじゃないですかね。でもこれ、なんか製品っぽいのね。でもすごいでかい。でかい。普通に払えそうな、ね、すごいのがね、このね、タイタニックなのよ。これすごかったね。これね、あのフルスクラッチなんだって。割り箸とかで作ってるっつって、手すりが網、すごい、防虫網、すごいよね。でこのクオリティだからね。そうね、この辺とかもうほぼフルスクラッチだそうです。赤トンボだな、これね、これつくつくつく、これかわいいよね。これいいね。あの向こうの山林ね、あの結構あの観光とかにね。タクシー、観光タクシーみたいな、ね、タクシー代わりだね、バス代わりじゃねえな、バス代わりじゃねえな。そういうね、こうフルスクラッチしてる方が、ね、いましてね、すごいんですよ。60歳って言われたよね、この作った人。すごいよね、やっぱこうね、先輩たちがね、この、ね、そう、大先輩のモチベーションがね、あったからこそね、今の僕たちのね、そう模型ってあると思いますわ、模型文化って。こちらに来ると、なんと来るともう俺はテンション上がりみたいなね。そうですね、はい、大和都市、うん、一ノ瀬さんは、多分あれですよ、お魚屋さんだったと思う。あ、そう、もうね、古い旧キットからね、作ってらっしゃって、こう見るとね、画面ではね、結構いい感じですよ、ほら、艦隊、大艦隊みたいなね。そう下は、あれね、今流行りの、そうね、観光で機器がですね。でまあこれ、この金剛とかよくできてますよね。このジオラマができてるよ ね。すごいすごい。なんか爆弾の落ちた後のね、あの水柱まできちっと作り込んであってさ、そうすっげえなと思って見てたの。このクオリティで自分もやりたいなと思うんだけどね。そうね、まだまだ腕がついていかないというね。そうとかね。このね、いらっしゃるもんね。いらっしゃるね。ね、どうですか、お客さん。すごいよ、さっき女の子がキショって言ってたけどね。いやいや、それはちょっと違うんだよって。そういう文化だぞって、そういう文化なんだって。これ、ゴールは下に下がったんだね。あ、そうなの、あ、さっき上にあったんですよ、上にあったね。あ、本当だ、いつの間に、いつの間に下げられちゃって。ここがね、すごいのよ、これね、マルコンゴがね、マルコンゴすごいでしょ。電飾バリバリでね、あの基地の一角を作ってらっしゃるんだろうけど。そうなんですよ、すごいよね、これは。いやいやいや、ほんとこれ生で見た方がいいですよ、これめっちゃいい、これは ね、よくできてる。ちょっとやっぱり、生で見てみるべきよね、で、この辺とかね、こうゾイドワイルド、新しいゾイドシリーズ、これこの間買おうと思ったんだけど、なぜか孫悟空を手に取ってたっていう、ね、あれとね。なぜ孫悟空だったんですか。いや、なんかいいなと思って。これはあれ、チタニウムフィニッシュ、メッキのね、メッキをそのままに、あ、これメッキ、メッキモデルだ。そう、メッキモデルをなんかこう磨いたみたいですね、さらにポリッシュしてる。なるほどね。シールなんてバンダイとか、でアマゾンユニコーンとかね。ユニコーンはね、この電飾がまた映えるよね。そうね、あ、ハンマー好き。
さんまーず。あ、お疲れ様です。情報。二度見してしまった。ね、もうなんかね、変なね、マスクかぶったやつがね、こう撮影してるからね。やばいですよね。すごい。待ってましたみたいな。待って、宣伝するぞ、もうみたいな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、そして今回のなんかね、目玉の一つでもあるね、ボトムズヘッドだ、すごいよね。こうあのね、これね、あのね、めっちゃね、本当に熱いの。もう多分ね、10ミリぐらいあるんじゃないかな。そんな熱い？熱い、めっちゃ熱いね。なんか重そうよね。うん、これは重いでしょう。これは落としたらまずいでしょうね。かなり熱いよこれね。10ミリ以上あるかな。なんかこう15、そんな 20はないでしょう。いや、これ裏ほら、本当だ、結構熱いな、ね、すごいでしょ。本当にこうスチールでね、うんうん、作ってあるボトムズの頭、これすごいじゃないですか。これは、ね、持ってくるの大変だったろうな。うん、これね、あのツイッターで、ね、作っておられる過程をね、あの、見せていただいて、見せていただいてね、まあね、少しずつこうできてるね、ところがね、またね、なんかこういいなと思って、うん、羨ましい。そう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 、まあ羨ましいっていうのが先だったよね。そう、羨ましい、こんなのを作れるっていうのがね、作るのはすごい。俺たちも作りたい。いや、もうね、俺ね、これ塗装どうしようかって言わせた時に、あ、俺が塗装しますって言いそうなの。俺が塗りますって。ネタ持ってきましょうかみたいなね。そうそう、もう錆止めからいきましょうかみたいな。ね、この辺とかは ね、ガンプラコーナーですね。これね、キューキットのね、このね、ガンダムのね、こうおてて可愛いよね。これね、ドラえもん。ドラえもんだよね。ほんとたまらん。この手がたまらん。これだったもんね。そう、これがたまらんのよ。さっき見たけどね、このユニコーンとのね、進化の違いですよ。こうね、やっぱりこう、バンダイの技術力。うん、だね。孫悟空作った時思ったけど、バンダイの技術力半端ない。でね、もうなんか懐かしのおもちゃ、懐かしのおもちゃ、おもちゃ食玩、そう、あ、そうだね、食玩の走りみたいな、そうだね、そう感じやったよね、これね、そう、森永のあのガンダムチョコレートみたいな、そう、あのチョコボール、チョコレートやったの、そう、チョコボールみたいなのが入ってて、で上にあのガンダムが入ってたんだけど、プラモが、うん、森永のあのこのガンプラのやつって、うん、あの100円、まあ当時僕たちの中でね、今でもほらね、子供が100円って言ったらそんでもないかもしれないけど、あれの時はね、100円もらったらもう何買おうかって、そう、それで言えるぐらいのがあったっけ ね、満を持して買ったらね、うん、ね、ジュアッグとかね、そう、ね、もう人気キャラが出てくるのね、ザクフリッパーみたいなやつとかさ、うん、あの MSV にまで手出したかったからさ、森永さんはさ、あれはちょっときつかったね、そうそうそう、子供の時、え、100円使って、え、ザクフリッパーそれできればって準主役級のっていうね、せめてゲルググでっていうね、悲しい叫びが、そうそう、ブラインドボックスだったからね、そうそう、何が出るか分からなかったもんね。 それに比べればビッグワンガンマは嬉しかったね。あの窓に番号ついてたけどね。あ、なるほどね、まあ、ほぼ買ってもらえなかったけどね。150円ぐらいしたじゃん。高かったもんね、なかなかね。この聖戦士ダンバイン、これもいいですね。これも作っておられる過程を見ててね、あ、これかなと思って、あ、くっついたで出てたやつか。そう、ね、これなんかこう生物感があっていいですね。オーラのオーロラ開かれた。そしてね、こっちクラフレジン、ほら、トムキャットだよ。あら、ね、これもジオラマだわよね。そう、マクロスのこのね、VF1 の元になったね、期待だし、そう、やっぱりこのドクロは、ロイ・フォッカのドクロは、このトム・キャットのね、このドクロから来てるからね、実際のね、もうやっぱり実機のこの感じ、もうまさにこの VF1 の感じですよね。そう、かっこいいよね。トップガンでもね、有名でしょうね。デコレーションプレーンのね、もう実体化したやつそのまんまだもんね。そう、で、その上に行きますと、このね、これがまたいいんですよ。ボロボロとしたねえ、これもいいよね、のどかな風景が、のどかな風景だよ。うん、これいいよね。いらっしゃいみたいなね。いらっしゃいみたいなね。ここに家にあったら楽しそう。このね、ジオラマってやっぱりね、憧れるわな。うん、そう。いつかは作りたいって思うんだけどね。そうなのよ。作りたいんだけど、なかなかね。こう、ほら、このコアファイターのところもね、いいじゃないですか。それと、ジオン軍の、あれ、なんて言うんだろうね、あのヘリコプターは。なんだっけ、なんかあったよね。
名前忘れちゃったけどね。すごい。ここはね、ルパンコーナー。ルパン、ルパン。死神博士とか言って。そうそう、誰か死神。ルパンコーナーですよね。うん、これ、いいですね。うん、あの奥のルパンさんって僕も思ってます。かわいい。でこれは、なんだっけ、これ。このかわいいゴジラは一体何？あれだよ、どこのだっけ、どこの来ただっけ、どっかほら、あれだよ、もう忘れちゃった。あ、出してんのよ、これ。最近まだあるよ、あの、再開模型に溜まってたもん。あ、そうね。うん、あのそう、お手軽な値段でね、うん、あの買えるんですよ、これ。あのメーサーとかもあるし、あ、そうね、このシリーズのメーサーとか、結構いろいろシリーズがあって、うん、あ、これ楽しそうだなって、結構作るだけでも結構あの綺麗にできるし、うん、でね、結構動きも、そうそうそう、可動排気も良さそうだし、そうそう、うん、ね、下に行くと我が佐世保と、そう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 、佐世保、我が佐世保港です。ミニチュアもすごいよね、やっぱね、こういうのね、佐世保間はね、うん、佐世保ね、本当に赤城と加賀、佐世保港をね、このを再現してるそうです、ね、いやーすごいね。で今度ね、あのめちゃめちゃ力作揃いで、これは ね、いつまで展示してんだっけ、調べてないからね。あそこに書いてあったんだけどね。今週末ぐらいまで展示してらっしゃるのかな、うん、そんな感じでね、こう皆さん、おジムジムに、そうです。突然消えてごめんなさいね。7月29日までだった。7月29日までね、あの、まだやってますんで、皆さんもね、ぜひね、あの、見に来てくださいというわけでね。そうだね。うん、もう見るだけでも楽しいしね。そうね、うん。で、模型作ってた人なんか創作意欲が湧くと思う。そうそう。うん、すっごいよ。そうなんだよ。うん。うん、そしてね、あの喉が渇いたら、うん、隣にあのノバドコーヒーさんっていうね。これまたいたせりつくせりで。なんて？いたれりつくせりね。なんて？もうね、あの舌がまめらなかったのね。まめらなかったので、もうぐだぐだ。でもね、こうやってあのいろいろこう、あの飲み物もね、あの提供されてるんでね、もうすごい、あの島根美術館最高って、うん、喉が渇いても大丈夫みたいな。ほんのり軽く流れてるし、そうそう、じゃあね、ペーパークラフトの体験みたいなね、F15 だよね、フードと F35 があるんですか。 F15 といえばほら、最近久根ざまさったんでね、有名になったのかな、あれ F15 だもんね、登場してるからね、こういうなんか体験もできるんで、まあね、楽しいですよね、子供たちのね、皆さんね、ぜひね、来られてもね、楽しめると思いますよ。うん、でお土産にゼロ戦もらえるとか、ね、そうそう、言ってました、言ってました、すごい、うん、お土産にゼロ戦、あのもう一個ね、これ、これ、35の方もあるんです、35だね、いいでしょ、これ、新型機もあるよと、新型機もあるよって、そう、新型機もあるよと、よくね。というわけでね、もうちょっとしたらね、久石さんのね、お話でも聞きましょうかね。そうだね。はい。久石さんのね、焼肉コンソールのマスター松尾と申します。はい、焼肉屋もよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、やっております。焼肉屋さんやってるんですね。今回ね、まあ、通算5度目。そうですね。はい、関わってるので5度目になります。もうね、相変わらずすごい力作揃いで、私が作ったわけじゃないんですけどね、佐世保の方にですね、お願いして僕が募集かけたんですけど、今回はノンジャンル、前はガンプラが多かったんですけど、ノンジャンルで集めたところ、とんでもないのが集めて、そうですね、やっぱりすごい、なんかね、幅が広がった分で、もう、はい、なんかね、うわー、これすごいなっていうのがいっぱいある、そうですね、もう目から鱗状態ですね、驚くのが頭とかですね、あれ私の友人ですけどね、正直バカなんじゃないかと思いましたね。もうね、結構暑いですね、なんか鉄工屋の工場の片隅に転がってた半円状 の鉄板のボールを見てですね、社長がそれを捨てるとなさってたのを、それを確保して作ったそうで、すごい。そっからね、あ、これボトムズのヘッドいけるんじゃねみたいな、そこにいけるとか、すごい、すごい、ね、でこうやってね、いろんなね、交流がね、ごめんね、娘さんが、ね、娘さん F15 作られてます。はい、すごい、できたね、すごいね、飛ばしにこうね、今はもうね、みんなの心
交流の場っていうか、交流の場がないですもんね、やっぱり。そう、なんて言いますかね、そういう感じでイベントやりますけど、やっぱりトレーラーの方ってやっぱ一匹狼の方が多くて、やっぱり制作でこう変えられてですね、作られてばっかりだから、なかなかこういう展示会とかないですけど、そうですね、打てないんですね、はい、ここでしか聞けないなんかこう制作場であったりとか、そうですね、苦労話とかね、はい、楽しいの話が、はい、出てきますよね、聞いて、もう、はい、僕もね、もうね、もうびっくりすることばっかり、本当に今回は本当びっくりすることばっかりですこれ、なんかね、なんか謎の技術力、なんか謎の技術力みたいな、うん、すごいもんね、うん、そういうわけでね、もうね、こうまたね、次回もねそうですね、また来年ぐらい、そうですね、だから1年に1回ぐらいでコンスタントにやれていければとは思っております。またね、1年間皆さんのね、制作のね、こうね、なんか塊を ね、 そうですね、来年持ってきてほしいと、はい、かつももう本当皆さんの力作をお待ちしてます。僕もね、なんかね、なんかできたらねっていうね、もう口約束やけど何度でも言うけんね、本当にね、なんかできたらなぁなんて思っちゃった、うん、いやいや、俺はもう実際思ってる、なんか作りてって出してと思ってるよ、思っていただければ、うん、展示会でいいですね、オタク学生の代表で彼が作ってる、いや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 、お待ちしております。僕も作りたかったんだけど、まあ、ね、キャプシー譲ろうかなごめんね、こっちに回すかそういうわけでね、またね、次回ね、オタク学生ご覧ください。さよなら、バイバーイ、どうもー、さよなら。